日本、鹿児島県鹿児島市桜島赤星、原町町域の一部が、対象溶岩に覆われている、桜島赤星原町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧大隅国大隅郡桜島号赤尾原村、鹿児島郡西桜島村大和、赤尾原、鹿児島郡桜島町大和赤いく原。郵便番号は891-1417。人口は411人。 世帯数は197世帯。桜島の西部に所在し、火山線上地の先端部に位置する。町域の北方から、東方は長谷川を挟んで、桜島部長、南は桜島小池町に接しており、町域の西端を海岸線に沿って、鹿児島県道26号桜島港黒上線が、通っている。桜島赤瀬原町の一部が、 国立公園である、霧島近郊湾国立公園の区域に指定されて、おり特別保護地区、第一種特別地域、第二種特別地域、第三種特別地域から構成される。アコーバルという地名は、戦国時代より見え、大隅国向島のうちであった。江戸時代には、大隅国大隅郡桜島里のうちであり、アコーバル村は、赤尾原村とも書かれた。村高は、 天保郷町では139国余り、急行給料取調べ町では265国余りであった。1887年4月2日には、鹿児島県下文軍の県により、大隅軍が南北に分割され、アコーバル村は北大隅軍の所属となった。 桜島の大正大噴火によって埋没した、赤バル集落1889年4月1日に、松村制が施行されたのに伴い、桜島の西半分にあたる横山村、赤水村、小池村、赤バル村、竹村、藤野村、聖堂村、松浦村、二股村、白浜村の区域より、北大隅郡西桜島村が成立した。 それに伴いそれまでの赤瀬原村は、西桜島村の大技、アコーバルとなった。1897年4月1日には、鹿児島県下国海並軍海変更及び軍廃除け法律によって、北大隅軍が、鹿児島軍に統合され、西桜島村は、鹿児島軍のうちとなった。1914年に発生した、桜島の大正大噴火では、 噴火による火山噴出物により集落全後169戸は全滅した。1973年5月1日に西桜島村が調整施行し桜島町の大技となった。2004年11月1日に桜島町が鹿児島郡吉田町、日置郡松本町、郡山町、伊布スキ郡木入町と共に鹿児島市に編入された。 合併に際して設置された法定合併協議会である鹿児島地区合併協議会における協議によって桜島町の区域の大技については字の区域を廃止し当該廃止された字の区域に相当する区域により新たに町の区域を設定しその名称については表示案に基づき各町の意向を尊重し合併までに調整するものとすると協定された 前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、鹿児島県の国示である、町の区域の設定及び、地の廃止が、鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき、それまでの大技アーコーバルは廃止され、大技アーコーバルの全域をもって新たに、鹿児島市の町、桜島赤瀬原町が設置された。以下の表は、国勢調査による、 小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。